斉藤さん、はい、KHB サッカー PR 隊長に、まあ、タナボタ的に任命されましたけども、うん、意気込みは。いや、逆に僕以外誰がいるんですかってことですよ。大丈夫ですか。大丈夫でしょ。いなかったんだもん。その意気込みを証明するために PR 枠をかけて勝負するっていうのはどうですか。枠をかけて対決。はい、そうです。嫌です。ありがとうございました。いや、大丈夫ですよ。武井さん、僕ね、危険な橋渡りたくないんですよ。いや、渡ってください。逃げ腰な伊藤の対戦相手は、どうぞお入りください。モーニング娘。10期メンバーの宮城県出身、石田由美です。はい、アイドル界の日本代表モーニング娘。が対戦ゲスト。リーダーはロンハーをはじめバラエティなどで活躍している道重さゆみ。最新シングルは11年ぶりとなる2作連続の1位を獲得。ダンスが得意な石田はグループ唯一の東北出身として成長著しい注目株なのだ。よーはい、ようこそ、ようこそ。石田さんも PR したいことあるんですよね。はい、モーニング娘。として PR したいことがあるので今日は絶対に負けません。この可愛さで勝負ありですよ。確かに可愛いけど、何を隠そう、うちの相方も可愛いからね。じゃあうちの相方がサングラス外すまで、3、2、1、どうぞ。ほら、目異常に可愛いでしょ、これ可愛い。どうして石田さん、キュートな、なんか輝いてますね、目が。綺麗なんだね。可愛さではかろうじてドロー。しかし、今回の対決テーマは食リポ。家でのサッカー観戦におすすめ絶品テイクアウトグルメを美味しく PR していただきます。石田が勝てば PR 枠をゲットですが、今回がなんと食リポ初挑戦。伊藤、余裕の勝利なるか。審査をするのは KHB 編成部の2人。冷静かつ大胆な編成判断で判定します。意気込みをお願いします。はい、PR 隊長ですから、これ絶対に負けられない戦いがここにある。高橋プライド。なんで失笑が起きましたね。なんで今笑いが起こったんですか。私、モーニング娘。の中ですごい負けず嫌いで有名なので絶対に負けません。なんでちょっと半笑いなんですか。まず1回戦はもう石田ちゃん勝ちでいいから対決です。まだ分かんないですよ。可愛いもんだ。1回戦のテイクアウト先は泉区にあるカメハウス。アメリカンテイストな店内では世界各国のビールも楽しめちゃいます。今回試食するのは店長イチオシパインチーズバーガー。パテは和牛の脂身とオージービーフの赤身を秘密の配合で手ごねし、肉の旨味と食感を追求。パインのジューシーな甘みでアクセントを加えた絶妙なバランスと一品。2人はこの味をどう表現するのか。おいしい、これ。あ、このね、お肉のね、赤身かな、赤身のね、肉のね、旨味がね、ぎっしりくるんだけど、このトマトのフレッシュ感で、これ例えるならね、これ日本代表本田圭佑みたいな王道のハンバーガーですね。高橋プライド。終わりましたよって合図で言わせて。終わったつらい。もうボリュームがすごいです。だって顔ぐらいの大きさで本当にすごいなって思うんですけど、すごく大事。食べる前にすごいレタスがシャキシャキです。おいしい。おいしい。触る、ね、なんかすごい出来たてをいただいた嬉しさ。なんかこのレタスのシャキシャキとお肉のジューシーさがすごい食べただけで伝わるんで、すっごい美味しいです。おお、すごい伝わってきた、こっちまで。もう俺にも伝わってきた。他にはプレッシャーかけますね。プレッシャーかけますね。大人が怖いですか。女子を怖がらせちゃダメダメです。ちょ、見てください、この状況。今すごくキュンキュンしてます。ハンバーガーの大きさをこう自分のちっちゃい顔に比べた写実性が素晴らしいですよね。石田さんに軍配上がりましたので、うん、かなりこれから有利ですよ。いやいや、まだ序盤ですから、
全然こっから追い上げてきますよ。こっちも負けないですね。はい、負けませんよ。負けません。じゃあごめんなさい頑張れ頑張れ、負けんな。すごい味方がもうキヨしかいないから大丈夫だよ、俺がついてるから。ほんとありがとう。バシッといけるな。何プライドだっけ。え、高須プライドあ2回戦のテイクアウト先は七畑高砂店の中にある野菜スイーツ工房七畑。美味しいよね。ここ宮城の旬の野菜を使ったヘルシーでおしゃれなケーキが人気の店。試食するのはこちらのシェーリー。実はクリームにはとても馴染み深いある野菜が。目隠しをしてその野菜を当ててもらいます。皆さんも一緒に考えてみてね。石田ちゃん顔ちっちゃいから目隠しがね、すごい大きいのね。なんだこれこれってこれ人です。顔ちって隠れてます。顔ちって、え、なんかちょっとここら辺まで来てる。うん、シャキシャキしてて、うんうん、でもちょっとなんか種みたいな、なんだろう、ちょっとハグ、なんで早く今ちょ頑張ってほしい。んなんかヒントないんですか、色とか。黄緑かな。黄緑、黄緑の野菜ってなんだ。それではお二人正解をお願いします。じゃん、出ました、きゅうり。お、きゅうり、きゅうりとレタス。レタス、うん、正解はキャベツでした。キャベツ、惜しい、ね、キャベツ惜しいな。石田さん惜しい。うわ惜しい。でも葉っぱ、葉っぱ似てますよね。似てますよね。葉っぱです。同じようなもんですって。同じようなもん。同じようなもん。レタスに失礼だよそれは。レタスに失礼だよそれは。グダグダになってきたので延長戦。延長戦はこちらのスイーツ。実は株を使っているのだ。当てられるかな。これソースも野菜なんですかね。分かる気がする。ゆりゆり頑張れ。全然分かんない。話に投げるな。なんで分かった。この差分かった。あ、こう見えてね、スイーツ好きなの。せーの、じゃん。お、分かりましたね。なんでネギだと思ったんですか。あのね、ネギ独特のザラッとした食感あるじゃないですか、うん、あのね、感じとそのちょっと苦味が先行する感じがちょっとネギなんじゃないかなと。あの、かぶってお漬物にしても煮たりとかしても独特の風味が残ると思うんですけど、その風味が感じられた気がしたんですよ。正解はかぶです。やったすごい、見事当てましたね。すごい、すごいですね。びっくり。こちらこそすいません。いや、俺あんだけなんか真面目にもうネギですみたいな。うわ、恥ずかしい。大丈夫、まだ、あ、大丈夫。あなたのそ、うわ、俺ダメだった。じゃダメなんですよ。あ、そうかそうか。いつまでもこう食いつく精神。あなた PR 隊長ですよ。PR 隊長です。そんな暗い顔してるんですよ。いや、もう本当に、いや、もうネギでした。違うんですよ。圧倒的に石田さんの勝利です。ありがとうございます。これ乾杯。これ気持ちいい負け方ね、逆に、うん、はい、はい、今モーニング娘。は12期メンバー未来少女オーディション、駆け込みオーディションっていうのを6月の1日に仙台でこうやるんですけど、10歳から17歳までのモーニング娘。が大好きだったり、歌やダンスに興味がある子をぜひ応募待っています。そして私、モーニング娘。の中で唯一の宮城県出身の人なんですけども、こうやって宮城の良さをたくさんの人に伝えていけるように頑張るので、応援よろしくお願いします。ちなみに6月1日オーディション会場につんくさんは来られるんですか。大好きなんですよね。大好きなんです。なんか噂で聞いたんですけど、噂の相方、つんくさん好きなこと噂になってるんですよ。